ロイプロから新ユニットがデビューするとの発表がありました。ユニット名はディアマント。気になるメンバーはこの3人です。レオンだ。突然の話でファンのみんなは驚いているかな。このユニットで新しい世界を見せてあげる。楽しみにしていてくれ。チーカです。ユニットで活動するのは初めてで、とってもワクワクしています。皆さん、どうか私たちの応援よろしくお願いします。レオンとシーカが新ユニットデビュー？これってビッグニュースじゃん。すごい。早速友達に連絡しなきゃ。ねえ、もう一人の子もすっごく可愛くない？そうなんです。すでにトップアイドルとしてご活躍中のレオンさん、シーカさん、そして黒いプロの秘蔵こと噂のアヤさんです。私はまだ歌や踊りもレオンさんやシーカさんには及ばないわ。だけどアイドルに対する熱い気持ちは誰にも負けないつもりだから、決して引けを取ったりはしないわ。目指すのはもちろんアイドルの頂点。いやー、すごい熱意ですね。それぞれの意気込みが伝わってきました。目標はスターリットシーズンの最終ステージ。他のライブの予定は現在準備中よ。みんな、ディアマントの今後に期待しててちょうだい。あやちゃん、いたよ。その顔つきを見るに、海外研修を経て随分と成長できたようだね。プロデューサーさん、お久しぶりです。私のこと忘れていませんよね。ああ、それは結構。さて、君に聞きたいことはいろいろとあるが、ひとまず今は置いておこう。それよりも早速だが、君に頼みたいことがある。4月から12月にかけてアイドルの大規模イベント、スターリットシーズンが開催される。このイベントはスターリットドームという大型ドームのこけら落としとして開催されるものだ。さすがピンときたようだね。
それだけの期間が必要なほどの大規模イベントということなのだよ。その通りだ。メジャー、インディーズに限らず、日本で活躍しているアイドルの参加を募集している。日本初、世界へ、アイドルの可能性を広げるイベントであると私は思っている。何しろこれを勝ち抜いた勝者だけがスターリットドームという大舞台に初めて立つことを許されるのだからね。これがイベントの案内状だ。君も見てみたまえ。このドームは新たなるアイドルの聖地となるべく建造が進められている非常に名誉ある舞台だ。だからこそこの舞台に立つアイドルもまた選ばれたものでなくてはならない。そのためにステージに立つアイドルを選別する必要があるというわけだ。なおこのイベントはアイドルユニットでの参加が義務付けられている。イベントを盛り上げるためより質の高いアイドルたちのパフォーマンスが見たい。そのためにはアイドルユニットが重要であるとイベント主催者からのお達しだ。我がナムコプロとしてはこの一大イベントをなんとかして盛り上げたい。昨今のアイドル業界は少々盛り上がりに欠けているように感じていてね。そこで私は複数の事務所からアイドルを集めたスペシャルユニットを結成してはどうかと考えたのだよ。そうだろう。こういう時こそ協力が必要だ。普段はライバルでも今回は仲間というわけだよ。すでにいくつかの事務所に声をかけていてね、どこも前向きな返事をくれている。ただスペシャルユニットはうちが主導だから、まとめ役もナムコプロで用意しなければいけない。君には我がナムコプロのプロデューサーをしてもらっているわけだが、その君に今回のスペシャルユニットのプロデュースを任せたいと思う。どうだね。いい返事だ。君ならそう言ってくれると思っていたよ。君が海外から帰ってくるタイミングでのこのイベント開催の告知、私はピンときたんだよ。この大役に適任なのは君しかいないだろう、ね、基本的なサポートはおとなし君に任せる。しっかり支えてやってくれたまえ。はい、任せてください。プロデューサーさん、よろしくお願いします。ああ、それとスペシャルユニットを結成する上でどこかに臨時拠点を用意しようと思っている。この事務所にみんなが集まると少々手狭だからね。4月には用意できるから期待してくれたまえ。今のところ
他事務所からは各5名ずつアイドルが選出される予定になっている。そちらは各事務所に推薦を頼んでいる。我がナムコプロからは君もよく知っている13名。彼女たちは君との信頼関係が厚く、経験も豊富だ。きっとユニットを支える力になってくれるだろう。そして後輩メンバーからも5名が参加する予定だ。その5名に誰を推薦するかは私が決めさせてもらったよ。ただし彼女たちがスペシャルユニットに参加して問題がないか、最後は君自身で確かめてほしい。やはりこういうのは直接会って判断しないとね。もちろんだ。君にはアイドルを見る力がある。私はその力を高く評価しているのだよ。とはいえ君との相性は重要だからね。ああ、それからもう一つ君に任せたいことがある。このスペシャルユニットの名前をつけてくれたまえ。君がプロデューサーなのだからね。我がナムコプロとしても初めての試みとなるプロジェクトだ。よろしく頼むよ。あ、プロデューサーさん、事務所の連絡用アドレスはすでにお伝えしてありますよね。何かわからないことがあったらいつでも連絡してください。はい、任せてください。精一杯サポートさせていただきます。